ドジャースの山本由信投手26が21日、日本時間22日、本拠でのマリナーズ戦の試合前に故障後、2度目となる実戦形式の投球練習、ライブ BP を行った。ロバーツ監督やフリードマン編成部長らが見守る中、マイナー中心の打者相手に2回34球を投げ、1安打、1死球。 三三振だった。変化球も当時、直球は96マイル、約154、5キロを計測した。登板後、山本は前回よりも感覚よく投げられましたし、2イニング想定して投げられましたので良かったかなと思います。と好感触を口にし、9月にメジャーの実戦で投げると思いますし、 とにかく一つずつ順調に段階を進んでいます。とリハビリが順調と語った。変化球に関しては、いいボールもありましたし、少し違うのもありましたし、コントロールできてるのとできてないのといろんなボールがあったので、それが少しずつ定まってきたらもっと良くなると思います。とした。プラスノーラ他の投手に怪我陣が相次ぐ状況だが、リハビリのプランがしっかりあるので、 それに沿ってやってる感じですね、と焦らず、復帰に向けて調整を続けるとした。また、投球を見守ったロバーツ監督は、大きなステップだ。よく投げていた。イーニング目は請球が少し乱れたが、内容はとても良かった。吉野部にとってはとてもポジティブな日だ、と順調な回復ぶりにアンド。そして、5日後に3イニングを投げれば、それから、 マイナーでのリハビリ登板に送ることができる。今日は彼にとって大きなステップとなった年、次もライブ BP で3イニングを投げ、それからマイナーでのリハビリ登板で4イニングを投げ、その時点で判断すればいいと思う。だからそのくらいの期間が復帰時期としては妥当だと思う。と9月復帰に向けて具体的なスケジュールを語った。